3人喧嘩したあるの、なかったら仲良しエピソードをください。喧嘩はなくないな。喧嘩はないね。喧嘩ないな。もともと喧嘩とかしないな。喧嘩ない。喧嘩ないけど、そういうのない、うん、ないけど、うん、お腹を割ってお話をしたことはある。あ、そうやね。あ、うん、そうだね。あったね。あった。特に、え、二人が特にそうなんじゃないか。そうね、うん、そう。なんかね、私とアンジュハンは結構なんかナチュラルに、うん、こう、そうね、ふわーっとふおーってなって、ほどけていった感じがあるけど、リゼハンと私は結構ね、大きなきっかけがしっかりあって、私本当に、うん、あの、まあ、人見知りで、あの、ね、やっぱり、うん、同じ国に住んで幼馴染のアンジュアンジュって最初なっちゃうことが多くてさ、うん、でもなんかあるタイミングでちょっとそれじゃ無理と思って、うん、ダメだと思って、うん、ちょっとお話ししませんかっていう風にとこちゃんに言ってね、うんうんうん、そんな固い言い方じゃないかったけど、そうそうそう、なんか、え、これ言ったよね、多分何でも言い合える関係になりたいから、なんかお話ししたいみたいな。そうそう、なんかね、すごいなんかずっといろいろ私のこととか考えてくれたりとかしてて、二、うん、人もね、いやいやいや、なんか、なんか勝手にというか積み重ねで何でも言える関係になるものだと思うんだけど、うん、なんか、うんうん、私がもう本当コミュニケーションベタというか、なんか悩んでたもんね、なんかお互いがあるから、ね、多分お互い人見知りなところがあるからもう言わなきゃと思って、うん、こうしたいからみたいなのを、すごい ね、なんか切実な感じで声をかけてくれたんよね。そうで、とこちゃんも不審がらずに聞いてくれてさ、それをそうなんや。普通あの気持ち悪いと思うんですけど、そんなこと言ったら、そう、なんかね、何でも言い合える仲になりたいっていうのもすごい言われたし、うんうんうん、なんかその自分たちがどれだけいいって思ってても、うん、そのちょっとでもとこちゃんが嫌やって思ってたりとかモヤモヤしてたら、私は絶対にやりたくないから、そういうことはみたいな。だから、うん、そうだね、そう、なんか思ってることがあったら言い合える仲になりたいし、うん、みたいな。半年だから言っちゃうぞ。半年やから言っちゃうぞ。言っちゃうぞ半年やから。うんうんうん、ちゃんと思ってることを全部話せるようになりたいっていうのをすごい熱弁されて、なんかなんで気持ち悪いな。そう、二人で泣きながらね、二人そう二人泣きながら。そんな感じだったの？臭いんだけど。言わないよ。そうなんだ。明らかにそれから変わったもんね。そうそう。そう、見てって思った。割とね、裏で三人で喋ってる時もね。うんうん、スコだ、うんうん、好きや